皆さんこんにちは。さあ今日はですね、こちら僕はですね、北海道は札幌市にありますね、中島公園に来ております。はい、今ね駅から出たらもういきなりあれですね、公園の中なんですね。で、向こう側がですね、一応札幌市内になっていまして、すすきのからね1駅、札幌駅からだと、大通りすすきの中島で3駅ですかのところにあるね、まあ、結構広い公園になります。で、僕自身ね、中島公園で実はね1回も来たことがなくて、まあ、どういう場所かなって思って今ね回っています。はい、それじゃあちょっと支店上の方に向けてね歩いていきましょうか。札幌コンサートホールがここにあるんですね。本当になんかね、あの札幌市内にあるとは本当に思えないくらい静かなね公園 で結構広いですね。で、こっち行くと何だろう、バーンスタインプレスとかなんかいろいろあるみたいですね。まあ、とりあえず道なりに歩いていきましょうか。で、今日もですね、インスタ3601RS のね、1インチライカ360度モデル、行きましょう。伸びゆく子供たち。お、なんか向こうに湖っぽいのもあるのから、少し行ってみましょうか。あ、ボートとかもあって、なんかね、涼しそうですね。今日のね、札幌は結構、まあ、札幌からすると涼しいのかな、24度くらいあります。天気はねちょっといまいちではあるんですけども、はい、どうですか。すごくねここ開放的でいいですね。ちょっとこっちも行ってみせましょうか。まあそうですか、もう湖の広さ自体は、まあ、五六角公園とかのほど、まあ、広くはないですけども、それでもねすごく、いい感じの場所ですね。こんな風になってんだ。まさにこういった公園とかであれば、このねカメラの本領が発揮できるかもしれないです。よいしょ。いや、それにしても昨日今日とね、あの待ち合わせの時間にね早く来すぎてしまう癖がすっかりついてしまって、でもう1時間前とかに来てね、その人と会う前にもう事前にねこんな風に動画を撮ってしまおうという算段です。今日はねお昼過ぎからもう本当に予定がぴっちり入ってしまってるんで、あんまり多分ねその動画は撮れないと思うんですけども、なんだこれ、木のところにスピーカーがねくくりつけられてる、何でしょう、防災無線とかなんかいろいろ放送とかするのかな。あ、今ボートが一組出発しましたね。こんな風になってるんだ。ちょっと一人でねボート漕ぐのはなかなかね大変っていうか、あれですよね、少し寂しい感じがありますね。できんこともないけど、そうなるとどうかな、カメラどこに設置しよう、考えるとこお前そこかよっていうね。そうそう、このねインスタ360をねどうやってボードに取り付けようかみたいなね、そんなことちょっと考えちゃいました。さてさて、現在僕たちは、はい、この辺りにいますね。ぐるっと一周、まあ、回れたらいいかなっていう感じで言うんですけども、そう、結構この何でしょう、歩道っていうかね、その辺も広くて、で本当ね地下鉄入って札幌駅から行って、その今回中庭公園出たらもうすぐそこが目の前がね公園っていう立地がいいですよね。その公園まで全然歩く必要もないので、すごくねアクセスも、はい、いいと思います。お、これ何の木でしょうね。春ニレっていうやつなんですね。札幌グリーンライオンズクラブだったんですね、贈呈したんですね。さあ、それじゃあちょっとこう公園のあれを歩きつつちょっと今日このインスタ360の話少しやりますけども、まあ、前回の動画とか、あの大通公園の話動画とかでもちょっと、やったんですけど、まあ、やっぱりね撮影してる最中の気がねめちゃくちゃ楽なんですよ。もう全然ねもう何にも考えずに、まあ、最初設定はねシャッタースピードとか、あと色温度とかはちょっとその設定はしますけど、なんか撮ってる間はもう全然僕は正面を向く必要もないで、どこ向いてもいいわけですから、まあ、ちょっとカメラとかねその目線の時は例えば将来カメラ見ますけど、それ以外の時っていうのは基本的にもうずっと今回してますけどもね、僕はいろんなところをこう見て、あ、なんか面白いものないかなって探したりできるんで、結構ね撮ってる時のその精神的なストレスっていうのはかなり軽減されていると思います。
いや僕これ木見つけてね、あこれ染め業者だとかって話もこうできるじゃないですか。でその時も基本的にまあ別にレンズ見なくてもいいですし、でこのカメラ自体もちょっとこの本体の、木の方に向けるだけで撮れてしまうんで、ね、こういったねその撮影中のなんだろう考え事っていうのは、相当ね、少ないと思います。ただしそれ帰ってきた後が結構大変なんですよね。まあ、360度そのまんま撮って出しするんだったらそこまで手間じゃないと思うんですけど、問題はねこの後それをリフレームって言って、この立体的に撮れた360度映像を、まあ、普通の 2D のやつに戻さなきゃならないんで、そのいわゆるカット作業っていうのがねちょっとだけ手間があります。とはいえですね、今僕が使っているこのインスタ360のね、編集ソフト360スタジオでしたっけ、あれはね比較的っていうか今までの360度、動画やってきた人からするともうすごくね手間がかからないと、めちゃくちゃ楽なんだと言ってました。でその GoPro でしたっけ、あの GoPro Max、 あれもねその360度撮れるんですけど、とにかくあれはね大変だって言ってましたね。そう、今までやっぱ360度動画がその忌避されるっていうか、まあ、あんまりこううーんって言われる理由の一つが、撮ってる最中はいいけど撮った後の編集、これが非常に手間がかかってしまうと。で、まあ、こんな風にその360スタジオである程度ねその立体から平面に戻して、最後ダビンチにかけて、まあ、音声とか色とかあと何でしょうね、まあ、字幕とかちょこちょこってやってアップするんでいいんですけど、 GoPro とかは、まあ、とにかく難しかったと。あと、360度カメラっていうとリコーのシータでしたっけ、あれがねその、まあ、360度カメラの先駆け的なものだったらしい。あでもその前に、ね、コダックからもなんかあれは360度じゃないか、コダックからなんか黄色い四角いやつで置き型のカメラありましたよね。あれも360度だったかな、ね、一応そういったカメラ自体は前々からありましたけど、やっぱりこの編集、それが本当に手間取るっていうところでね大変なんですけども、まあ、今回のこのインスタ360から非常にこの辺がまあ楽になったっていうね、まあ、そんな360度カメラと歴史じゃないですけどちょっと語ってみましたけども、さてさて、公園自体はどこまで行った、なんだあセミの音が鳴ってます、これ聞こえます、ミンミン言ってますね、どこだどこで鳴ってるんでしょうね。もうセミも鳴くようになりましたか。どうだろう、この360度カメラのこのやつ見つけられないかな、ね、見つけたらちょっと面白いんですけど、よいしょ、ちょっとどの木かは特定はできませんけど、いやーもう本当夏って感じがねしてきましたね。だから天気はこれでスカッとね晴れれば本当にそのなんでしょう、気分のいいというかね、すごくいい映像が撮れるんですけども、なんかちょっとドヨーンとしちゃってます。さあ公園もまだ半周くらいかな、結構広く感じますね。そう考えるとなんか個人的にはもう半分くらい来たのかなと思うんですけど、まだまだあれですね、先はあるみたいですね。じゃあちょっとだけね速しましょうか。マキシマムスピード、あ、これは GoPro じゃないです、これはインスタ 360-1RS っていう360度カメラですね。 GoPro Max ってご存知でしょうか、はいはい、あれの要はインスタ版みたいな感じですね、はい、センサーがどっちも1インチなんで。さあちょっとね映像の方を区切ってしまいましたけども、再開します。さっきですねちょっと方からちょっと、声をかけてもらって、でその方がですねその GoPro とかその詳しい、方でそのカメラ何台っていう話になってちょっと立ち話をねしていました。いやその方趣味でそのビデオサークルというビデオの撮影とかねそういった編集とか多分やられてるサークルの方なんだと思いますけど、そういった方がいらして、いやさすがやっぱ札幌だなっていう、ね、やっぱこういうねカメラとか詳しい方がいてね、すごくその方は動画専門でやってる方なんで、いや嬉しかったですね。なかなかやっぱりね動画とかって、ね、撮る方少ないですし、ね、カメラでも静止画をね撮る方はすごく多いんですけど、動画っていうのはなかなか
ね、まだまだ少ないのが現状です。でそういった中でね、このインスタ360とかに興味を持っていただいて、ね、本当もう結構 長く喋ってしまって、やばい、バッテリーの残量がもうほとんど、ね、なくなって、しまいました。そうですね、あとちょっとだけね歩いて終わりにしましょうか。いやでもなんかこのね中島公園いいですね。本当札幌からアクセスもいいですし、地下鉄でねやっと来れるのもまあいいですね。でここに橋があって、これ見えます、この川の流れがね綺麗ですね。本当はちょっとあと少しだけやるつもりなんですけども、バッテリーが本当ちょびっとしかなくなってしまったので、今日のところはね、そうですね、このくらいで許してください。ちょっとこいつのバッテリー問題に関してはあれですね、考えもんですね。一応その解決策は考えているので、まあ、次回からね、その辺うまく動画にできればいいかなと思っています。ここまで見ていただきありがとうございました。この動画がね皆様も何かを参考になれれば幸いです。でここもですね、ここで札幌の、ね、街中や風景どんどん撮っていきますので、チャンネル登録してくれると嬉しいです。では次回の動画でお会いしましょう。さよなら。